こんにちは。こんにちは。ザマーユーのザマーユーラブ MC の伊吹玲です。竹内です。よろしく。ちゃんとでも自己紹介しないと伝わんないんじゃない？あ、すいません、昨日も今日も明日も竹内。どうも、エブリデイ竹内です。エブリーということで。よかった。エブリ君でよかった。はい、エブリデイ竹内。あ、よかった。本物だ。はい、本物だ。よかった。知らない人がね、真ん中にいると。そうね。今日髪型の印象もだいぶ違うからね。はい。はい。そういうわけでね、はい、私あの番組ディレクターの笹 D でございます。はい、よろしくお願いします。まあ、今日もちょっとアウェーなというかね、見慣れない場所にやってまいりました。響き渡ってる、はい、なんか、はい、突然ですけどもエミリーさん、はい、エミリーさんはご自身のお顔に、はい、コンプレックスとかっていうのはお持ちなんですか？強いて言うな、うん、あ、まあ、ちょっともうちょっと美白の方がいいって思うんですけど肌のね、あ、お悩みも、いや、まあ、じゃなくて、まあ、鼻が大きくて、はい、鼻が大きいんですよ。鼻ほじりすぎてでかくなっちゃった。そんなことあります？親にずっと言ってたんですよ。その目とかもちっちゃいし、まあ別に、うん、まあ好きなパーツは特にないかな。あれ、そんなことないよ。眉毛とか綺麗。眉毛、ありがとうございます。うん、まあ、肌も母親ちょっとエステティシャンなんで。あ、そうなんですね。はい、エステ経営してるんですけど、肌は結構昔から綺麗とか言われてます。なるほど。はい。まあね、男性もやっぱ30過ぎれば、はい、いろいろそういうお悩みの一つや二つね、はい、ございますよ。いっぱいあります、はい、そこを今日はね、はい、なんとかこのメイクアップの力でね、あ、なんとかならないもんかということで、本日ね、お用意しましたこちらメイク動画の方やってみようと思います。嬉しい。メイク動画、はい、ゆうきさんが一番テンション上がってます。今まで1年以上やって、もうまあまあの中で一番楽しみな企画。好きなんですね、それは。楽しみです。僕で大丈夫ですか、素材が？まあ、たまたま変身しがいがある。そうですね、やっぱり素材がいい素材がありましたんで、うん、なるほどね、はい、今日はちょっと思いっきりやっていただこうと思いましてですね、楽しみ、はい、ちょっとスペシャルなゲストをお呼びしております。はい、はい、じゃあどうぞ。よろしくお願いします。メイクアップアーティストの、はい、ユミさんでございます。はい、お願いします。ユミちゃん、はい、はい、もうね、まあまあまあ、おなじみの、私たちはおなじみの、まあ、そうですね、なんで私が今出てるのかが不思議ですね。とっても不思議。番組見てる方は、まあ、半分誰やねんみたいなところあるかもしれないですけども、まあ、番組でいつもヘアメイクをやってくださっている、うん、ユミさんでございます。よろしくお願いします。もうここまで来ましたか。まさかのね、身内を、もう、ね、そんなわけで、はい、本日はですね、まあ、このエブリさんのお顔を使って、うん、はい、まあ、ちょっと手置きのメイクを施してね、生まれ変わっていただこうという企画でございます。ちょっと今日僕この後お笑いの方があるんですけど、ああ、いいですね。そのまま行っちゃってもいいってことですよね。もちろんです。まあ、目的としましてはね、やっぱりそのコンプレックスをメイクの力でちょっと解消できたらね、自分の自信にもつながるんじゃないかというところと、はいはいはい、あれ、エブさんなんかちょっと変わった、あ、ちょっと痩せたみたいなところを、なんかメイクの力でできたらいいなと、はいはい、でございますので、一つよろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。あらかじめ、髪型の方はね、松田翔太さんイメージした形でちょっとこの、まあ、元から似てるから、ね、好きなんですよね。好きです、めっちゃ好きです。いや、かっこいいですよ。同性から見てもめちゃくちゃかっこいいですよね。めっちゃかっこいいです。だからそこに近づくためにはね、まあちょっといろいろハードルもあるかと思うんですけども、うん、できる、はい、やればできるということで、プロに任せればなんとかなる、心強い。ゆみさん、よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあゆみさん、ちょっとね、僕らもうメイクのこと全く無知なので、ちょっといろいろ解説なんか入れていただけるとありがたいです。うん、まずメイクするにあたって最初に何をしたらいいんですかね。なんか今ってもうベースメイク的なことはされてるんでしたっけ。ね、今スキンケアと、あと色付きのベースが塗ってあるので、はい、まあ、日焼け止めとか、男性だったら日焼け止めとかでいいかな。ベース、ベースっていうのは野球のあれですね。なんでちょっとここから行くんだね。そんなレベルですね。いや、本当すみません、赤ちゃんに教えると思って。すごい、下地、下地、待って、今日下地、下地ですよ、ね、下地、下地、 BB クリームみたいなとか、 BB クリームでもいいですし、ファンデーションの前に塗るものです。はい、あ、そんなものがあるんですね。それを塗るとよれづらくなって崩れにくく、崩れにくくなって、待って、待って、終わんないよ今日。専門用語じゃなかったですね、ヨレルはね。ノリが良くなるってことですか。あ、そうですね、お化粧ノリが良くなった。あー、素晴らしい、わかりやすい、はい、そうですね、そうですね、男の人はこんなレベルですもんね。いや、本当そうですよ。っていうのを
今まだあのファンデーションじゃなくてそのベース下地っていうのを塗ってる、下地を塗ったということですね、うん、じゃあこれからファンデーションを乗っけていく、僕もね何にも知らないんですけど、一応聞きかじりでメイクっていうのはその要するに立体感を出すことで特徴付けていくっていうふうに聞いた、それは合ってます、笑われてますよ女性時代正座して聞いてるんじゃないですか、僕も勉強なんか知りたくて収穫してくださったらですね、だから僕帰ったらやりますから、ね、とりあえず今そのベース塗ってる状態でちょっと影をつけていきます、はい、影はだからお顔をちょっと小さく見せたりとか、ああ、立体的に見せたりとか、あと綺麗な形に見せるお顔を、今はじゃあその頬の下とおでこの両脇に、この光が当たって影になってる部分に暗いに、あ、そうですそうですね、なるほど、だから影ここが奥まればその前に出る部分が少なくなるじゃないですか、あれですね、彫りを深くするみたいなことですね、確かに絵描くときも影をつけるときそういうところつけますね、ここがね、ここが奥に行く感じ、ちょっとじゃあ右だけ最初やりましょうか、このフェイスラインのところと、今笑われたんですけど恥ずかしいですよねメイクされるところを見るの、あ、よかったです、うん、今はなんかあのねっとりしたテクスチャーというかのもの、はい、ファンデーションに近い感じの柔らかいものを塗ったんですけど、はい、粉じゃないんですね、で今から粉塗ります、あ、今から粉も塗る、粉も塗ります大変だ、粉塗るとよれなくなるんですよ ね、これだけだとね汗とかで落ちちゃうから、そうそうそう、触ったら取れちゃうけど、粉塗るといいですよね、学生の皆さん本当に心苦しいですね、そうですね、それはアイドル好きなんですけど、どうでしょう、アイドルもすごい努力してなんかやっぱライブで汗かくからよく、でもよく見るんですよアイドルのこういう、アイドルの場合もベースが可愛いですからね、まあでもメイクめっちゃこだわって、うん、みんなでも努力して可愛いを作ってる、うん、いや本当にどんどん可愛くなるね、あ、この鼻筋を作りますし、このコンプレックス今黒いクライアンチ、一番暗いやつ目頭のところにこのちょっとこう三角の、あ、この三角に入れる感じ、彫りがすごい深くなってる、うん、なってる、なってます、なってます、あ、なってる、なってる、確かに、なんか右目だけちょっとなんか目がくぼんだ感じしますね、うん、ちょっと鼻が高く見えますね、スッと見える、なんか右目だけなんか遠く感じる気がしますね、気のせいだよ見え方は多分変わらないと思います、こっちから見たらね、でさっき お鼻が大きいのがコンプレックスって言ってたから、はいはいはい、ここに、あ、なるほど、鼻の何ていうんですかね、小鼻の、この骨のここの横に、これ全然女性でも使える、うん、話ですね、面白い、ここを小さくしたいんで、ここの影を、結構思ってるよりがっつりやっちゃって大丈夫なんだ、あ、まあそうですね、ちょっと動画用っていうのもあるけどがっつり思いっきりやった方がいいです、うん、後でねファンデーションとなじませたりするから、うん、ああ、ね、確かに右だけちょっと深くなってます、彫りが見たい、あー、なんか鼻がキュッてなってる、あ、うん、じゃあこうしてこうしてかも、両方やりますから大丈夫いいねいいね、あ、楽しい、今は暗くしただけで肌の色もやっぱ男性なんでちょっと暗めなんで、うん、明るい色を今度は出てほしい部分、あ、ハイライトっていうんですか、なんかそのを、あ、そうですね、それをちょっとファンデーションでやりますね、出っ張ってるように見えるんですね、そうですそうです、出したいとこ明るく、顎とかめっちゃ出したいときは顎にそういうことですね、はい、テカテカに塗れば出る、顎出したいときありますか、わかんないみたいな、あ、すごい、そんなこっちの方が男性やりやすいかもしれないですね、こういうやり方の、その眉毛のところもここでちょっとこう出っ張ると、ね、こっちはへこましてこっちは出てほしいんで、顔の出っ張ってるところには明るくもう塗っちゃっていい、そうですね、おー、なんかちょっと変わってきたぞ、元の僕を見てる、あ、でも立体感出てきましたね、うん、でパフで伸ばす、パフで伸ばす、なじませてる、なじませます、影とその光の部分で、これを伸ばしすぎたらせっかく作った影があれなんで、ほんと境目ぐらいまでさっき入れたグラデーションをうまくつけるんですね、そうですそうです、実際のところ男性のメイクってそこまでするもんなんですかね、結構いますよ、塗ってる人はすごい厚く塗ってる感じが、ツヤがすごい出るから、鼻のこの横、なんていうんだろう、目の下よりもちょっと側面に当たるところ、うん、ちょっとこれも三角に入れると、うん、より鼻がくってしまって、ちょっとちっちゃくちっちゃく、ただね、気持ちで、アイドルも歌ってます。隣でなんかアイドルっぽい方々がね。そうなんですよ。今日のスタジオね、諸般の事情により
ダンススタジオをお借りしてますのでね、あんまりこうメイク動画とかはもしかしたら撮らないかもしれない。あ、今鼻筋が鼻筋できた。おりました。広げすぎないように骨をこう入れるみたいな。骨を入れる。おお。あ、でもスッとスッと伸びた感じがします。そうなんだ。毎日やってくださいよ。嫌ですよ。すごいね、やっぱ肌のツヤ出てきたね、うん、やっぱ塗るのと塗ってないの全然違いますよね、うん、なんか若返るね、肌が、うん、パーンってなる。まぶたの上のくぼみにも入れると、あ、明るい色、これは暗い色、暗い色。でもなんか外国人っぽい感じしますね、そこにこう、そうですね、影になると眉骨がこうあって、眼球がここにあるんで、この間のところのこのくぼみに、なんか痩せたように見える。ああ、そうそうですね、ちょっと骨がやっぱり、昨日ご飯ちょっと言ってた、違うよ、違うよ。でも確かに骨を強調するって考えると、そうそう骨に分かりやすい、沿って、はい、ここ全然違う。本当だ。え、鼻ちっちゃくない？はい、なんかもう鼻が曲がったぐらい。半分だけだから。曲がって見えるね、すげえ。ちょっと眉毛を今からやるんですけど、眉毛やる前にちょっとリップのパックとかを。いいですね。何ですかそれ。取ってください。リップのパックなんで。リップのパック。ちょっともう喋れなくなるんで。終わりじゃん。他のお化粧やってる間にこれをやっとくと、最後リップ塗るときにプルプルの唇になるんで、あの潤いを与えるんですね。そうですそうです。あの食べちゃダメ、あの閉じたまま食べちゃダメって、赤ちゃんじゃないですか。あ、そうですかわいい。芸人さん呼んどいて喋らせないって半殺しですね。でもメンズメイクはやっぱ唇大事ですから。めっちゃ大事。プルプルですもんね、みんな。それ女の人用もあるんですか。これ女性用。あ、女性用なんだ。私のおすすめ、男性用女性用そこまで縛らなくていいのかなと思いますけどね、メイク道具も。ちなみに今は筆のタイプのアイブロウで眉毛を足してます。斜めに眉尻を伸ばしてる。伸ばしてます。でちょっと細すぎると女性的になるんで、ちょっと太くしましょうか。ヘブイ君なんか立派な眉毛が似合いますね。めっちゃ似合いますよね、立派な眉毛、うん、男らしい印象になりますよね、眉毛しっかりしてるとね、うん、笑ってるし、喋っちゃダメっていう芸人殺し。眉毛ってやっぱ男性一番髪型の次に大事だと思います。美容院なんかでもね、眉毛までやってくれるとかあったりしますね。ありますよね、今眉サロンとかもありますしね、アートメイクもね、ありますしね、アートメイクやってる男性すごい増えましたよね。めっちゃ多いですよね、当たり前、メイクが当たり前になってきましたね。違う、なんか色気を感じますよ、色気。あ、そうですね、確かに。あ、違う、はい、で男前になってる。髪の毛染めてる人だったらもうちょっと色が。あ、そうですね、ブラウンとか、あと、もっとね、アッシュ系の色とか、アイブロウも全然女性のものを使ってもらって大丈夫だから、もう多分大丈夫です。ありがとうございます。もう喋っていいみたいですよ。よかったね。潤いました？はい、潤いました。ちょっとでも口面の色トーンアップしてますよね、うん、確かにめちゃくちゃいい色になってる。プルンってなってますね、プルンって。今見るのやめたかもしれない。でもだいぶ完成してきたんですか、これ。眉毛と今、うん、シェーディング、鼻の筋と、あとハイライトと、やっぱ肌整えるだけでだいぶ変わりますね。でちょっと崩れ防止のために皮脂防止パウダーみたいな、あんまりテカらないやつを、まあ、あんまりこことかはあのハイライトでこう綺麗に光らせたいので、そんな塗らなくて、フェイスラインとかに抑えて、こことかも結構ね油分が出るところなので出ますよね。アイドルも応援してますよ、隣で。してます、はい、頑張ってるね。で、ツヤが欲しいとこにツヤを足します。この眉毛の上とかも光らせると綺麗ですよね。あ、高くなりましたね、ここがキリッとしてる。なりたい。あ、すごい、結構なんか意志強い人に見える、うん、すごい本当韓国の俳優さんみたいな。あ、いいと思います。で、リップ塗りましょうか。リップは血色ある程度で、なんか自然な赤っぽい、ピンクっぽい感じ。なんかその男性の場合は、なんでしょうね、やっぱ綺麗になるっていうより、その面接とか、なんかそういう時にちょっと印象が良くなるっていう意味で言うと、メイクはやっぱりあっていいのかなと思いますよね。
証明写真撮りに行く時とかもね、そうそう、免許の写真とかね、うん、とか残る写真は清潔感出ますよね。なんかしっかりしてる人なのかなって思うかも、うん、くっきり塗りすぎるとめっちゃ塗ってる感出るんで、うん、リップラインそこまで出さなくていい、うん、勉強になるな、これ過去一勉強になる回じゃないですか、女性も勉強になるから、ね、いや本当にこうプロのね、おあどうですか、違うね、もう仕上がり、仕上げですか、片方は、はい、もう仕上げ、どうですかね、おやっぱ眉毛がだいぶ変わりますね、違う、うん、ね、強い感じします、ね、強い感じ、確かにキリッとしてる、結構でもちょっと濃く描いちゃったんでいいかな、でも非常に分かりやすい、分かりやすい感じで、え、どうします、2人にはする、いや、いいですか、あのエビさん今日この後の予定とか、はいはい、急に2人になっても大丈夫ですか、大丈夫です、じゃあ、はい、何の強がりそう、今はまだ一重の状態、はい、奥舞台か、いや、いいです、一重です、すいません、すいません、ちょっと細めに濃いブラウンを目の際、はい、そこに塗ると何が違うんですか、奥行きがグッと出るので、はい、もう本当なんか太いラインを描くみたいな、一重さんの場合だけですけど、一重の場合はもう太く線を描くみたいな感じやると開けた時に塗った部分が奥に結構いっちゃうから、出てくるぐらいの、そうです、ちょっと出てくるぐらい、これぐらいかな、へえ、おお、なるほど、まあ、これもあんま色っていうよりかは影をつける感じでいいと思いますけど、あ、目痛いですか、まばたきしてくださいね大丈夫、なんか小学生みたいなことが出てくる、はい、すいません、あ、危ない、なんか目がこっちは大きい、ね、大きくなった気がする、目大きい、すごい、そんな、なんか目の範囲広がるとここの範囲も狭まるから、ここがもっと小さく見えますよね、面白い、すごいメイクってあ、すごい雰囲気が変わりましたね、あとこういう透明のやつで毛とかヒゲとかを塗るとえ、その眉毛を整える感じ、眉毛を整える感じとか、艶をちょっと与える、ワックスみたいなことですか、そうですね、ほんと透明です、これは艶を出してるっていうこと、そうですね、これあとなんか撮影とかだとヒゲに塗ったりもします、へぇ、セット力はないんで、ほんと艶、なんだろう、艶出し、毛並みを出すみたいな、ヒゲがないってなんか青くなっちゃう人とか、あとはなんかさっき最初に塗ったファンデーションとか、まあ、下地を黄色みの強い色味をのせると隠れやすい、白っぽい明るいのをのせちゃうとそのまま青がグッて出てきちゃうんで、色相のこう逆の色ってことですね、黄色の色が出てる、僕本当にヒゲなかったら結構青いですか、多分夕方ぐらいには下地が大事なんですね、下地が大事です、綺麗、こっちも好きですなるほど、すごい、あ、でも変わってる、すごいですね、確かに髪も垂らして、はい、髪も垂らして、髪垂らしてね、眉毛とかを左右じゃ対称にしてもらって、そうですね、仕上げって感じですか、はい、そうです、まあでもせっかくなんで思いっきりちょっともう本当にがっつり今やっちゃいます、やっていただいた方がいいかもしれないです、多分大丈夫です、これ何ていうんですかね、初めての感覚だ、これね、二重にこう折り込む範囲に塗ってラインをくっとくっつけるって感じ、ちょっと目開けないでくださいね、はい、でもなんかこれとかも男性使ってる人いそうですけどね、開ける前に乾かすっていうのはなるほど、これは全女性やってるわけですか、全女性やってない高校生ぐらいからね、みんなやりますね、あ、そうか、女性はそうですよね、みんなそうやってちょっとずつ上手くなって、ここかな、もうちょっとここですよ、ね、つまようじみたいなやつで目にぶち刺すんです、ぶち刺す、怖い、変わった、あ、可愛い、いいよ、確かに目がパッチリしましたね、はい、まばたきで埋めしてください、おお。おなんか変わった、うん、めっちゃでかくなってるよ、え、すごい、いいよ、 1.3 倍ぐらいになってるよ、いい、自然なアロマだから、あ、すごい、なんかあれですね、奥二重の人って大きな二重作ろうっていうよりはちょっと、そうですね、ナチュラルに二重にした方がいいんだ、ここを持ち上げるって結構大変だから、すいません、涙出しちゃって感動だよね、感動の涙が来る二重だと目
目に光が入るんですよね。女性からしたら何を今更って感じなんですけど光が入ってるんです。こっち入ってそう、こっち光入ってないキラキラ、こっちキラキラなんです。確かに全然違う、うんうん、さっきね、伊吹さんも言ってましたけど、なんか意志が強そうに見える、なんかしっかりした自分を持ってそうな眉毛もありますし、ね、眉毛の力と目の力と、すごいわ、そんな別に違和感もないです、うんうん、全然なんか女性っぽくなるかなと思ったら全然そんなことなかった。確かにプロの技ですね。でも結構ね、その難しいことやってないです。本当に影入れて、もう本当こうやって顔触って骨出てるところに入れて、明るいを入れて、ちょっと仕上げてほしい。そうですね、仕上げましょうか。このままいけないですからね、一応右側も仕上げていただいて。できた。あ、すごい。強い男できましたね。かっこいいよ、やまりくん。ありがとうございます。全然違うね。確かに。見えてます？顔見えてます？眼鏡かけてみますか。かけても、でもまあ。いつものエビさんの。なんか、できる男。眉毛の力もだいぶ違うし。ああ、いいですね。すごい凛々しいよ。痩せた？痩せました。今そこに行き着きます。ちょっと今足だけバタ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 崩れてないところ。この30分ぐらいで。はい。まあ、メガネない方が分かりやすいのかな。メガネ外すとすごく分かる。うん、確かにすごいですね。なんか。これメイク、下メイクが落ちないようにするなんかあるんですか？あ、今なんかあのコロナでマスクするようになったから、結構、メイクキープミストとかがね、よくシュッシュってこの後に最後にシュッシュッシュってコーティングしちゃうみたいな、コーティングするこういうやつがあるんだ。あります。それつけたらどのぐらい持つんですか？3日ぐらい持つ。いやいやいや、あの1日、あ、1日でメイクは基本1日で、基本1日で、1日で落とす。なくなっちゃう。もったいないと思ってね、僕は1週間ぐらいね、あとはめちゃうね。腹が荒れます。そうですよね、落とすとき泣きそうになんないですか？もったいなくなるよね。なりますよね、うまくいった日とかもある。そう、うまくいった日とか特に思いますよね。そっか、なんか儚い命ですね。めっちゃ勉強になった、本当に。いや、メイクの力すごい。朝からね、ずっと僕の顔を見てずっとシミュレーションしてたんですよね。そうなんですよね。無事なんか変わったの。いや、はい、本当に劇的に変わりました、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんか名前も変えた方がいいかも。そうですね、エブリデイって感じじゃないです、今も。吉田証言正直なところどうですか、メイクする前とし終わったのってなんか変わりました？自分になんか自信が持てましたね。はい、すごい喋り方が違う、はいはい、堂々と今まで、ああいうおしゃれなカフェとか入れなかったんですよ、あんまりね、うんうん、今なら入れるかななんて。なるほどね本当ですか？まあでも自分に自信が持てるっていうのはやっぱり一番大きいですよね。好きな顔になれたっていう、まあ、いつもより圧倒的に清潔感が増した、うんうん、これで今日夜ネタやるんですけどネタの質も変わってるかもしれないですね。また変わってるか。ありがとうございます、はい、渡辺さんもありがとうございました。ありがとうございました。なんかこんなに変わると思わなかったんですけど感動しました。なんかベースメイクってちょっとなんかふって一歩入れない感じあるけど、今日のやつ見るとなんか誰でもできそうだし、うん、プラスになるからみんなやってほしいな、まあ、ちょっと一手間だけでも何か変わる、ね、うん、シェーディングだけやってみようとかね、うんうん、そうあの眉毛だけやってみようとか、まだ骨を意識するとか、そういうね、うん、ポイント勉強になったり、うん、いやいいですね、はい、これちょっともしかよかったらね、別の方でもいろいろなんかやってみたいですね。カサリいや勘弁してくれいやいやそれはちょっとすごい興味持ってたんで、ね、いやまああの帰ってこっそりやりますそっちの方がちょっとねガチ感ガチ感があるね。確かにありがとうございました。興味ありました。大成功でした。ありがとうございます。ザモアユのザモアユラブ、次回もお楽しみに。Thank you.